カブすき焼きチャンネル。はい、どうもカブすき焼きチャンネルです。今回ですが、代打の神様は今年も健在、荒井カープ初連勝ということで、荒井カープが今シーズン初の連勝を飾りました。エース大瀬良投手もなんとか粘って、6回には代打堂林選手の効果的な一発もありました。そんな試合のポイントまとめていきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、というわけでこの試合ですが、4対2でカープが勝利を収めています。初回に先制されてすぐ逆転されて嫌な流れだったんですけど、またすぐ逆転することができて、そのまま投手陣が粘ってよく勝てたんじゃないかなというふうに思います。でこの試合のスタメンですが、このようになってまして、前回の試合からですね、キャッチャーが坂倉選手に代わって、7番と8番が入れ替わるというところだけで、ショートは田中康介選手が2試合連続でスタメンというところになってます。で得点シーンですが、まず初回です。ワンアウト満塁から西川選手がセカンドゴロの間に得点ということで、このね、初回の攻撃、相手のエラーが絡んだというところで、非常にラッキーな面があったんですけど、ここね、最低限1点取れたというのは良かったかなと思います。で、2回の表に逆転された後、3回の裏ですね、西川選手がまたもやレフトへのタイムリーということで、またね、ワンアウト満塁という同じ状況だったんですけど、次はタイムリーヒットを放ちました。で、さらにチャンスでデビッドソン選手がライトへ犠牲フライ打って、勝ち越しに成功しました。そして6回です。代打堂林選手にソロホームランが生まれて4得点という試合でした。はい、では野手陣の気になるポイント、まずポジティブ要素ですが、まず今日はね、代打堂林選手でしょう。今シーズン初打席で第1号ソロホームランということですね。私、堂林選手がもうめちゃくちゃ好きなので、もう非常に嬉しい一発に、なりました。紅白戦からね、非常にいい状態だったんですけど、オープン戦でなかなかヒットが生まれず、打率もかなり悪くてですね、でそのまま、スタメン取ることができず開幕したというところでね、そういったこともあったので、開幕してからもなかなかね、代打とか、チャンスもらえてなかったという中で、今シーズン開幕して1週間経って、初めて打席もらいました。でなかなかね、打席立ってないので試合感とかも難しかったと思うんですけど、もう甘く入ってきたスライダーをですね、もうしっかりね、体開かずにクンとレフトスタンドへ運ぶという、もう素晴らしい一発生まれたと思います。でこのね、3対2という苦しいゲーム展開で、2アウトで、ピッチャー大瀬良投手に代わる代打ということで、そこでの一発ですので、大瀬良投手にとっても嬉しかったと思いますし、7回から投げるピッチャーにとっても、1点差が2点差になるということでね、非常に大きな得点になったんじゃないかなと思います。昨シーズンもね、こういう接戦で堂林選手代打でホームラン打つという場面が目立ったんですけども、今シーズンもそういった代打という場面で、集中力を、発揮してくれての一発で、本当にね、嬉しかった一発でしたね。もう久々に堂林選手らしい当たりを見れたかなというふうに思うので、これをね、きっかけに、また出番っていうのもね、増えてくるんじゃないかなというふうに思うので、荒井監督もね、かっこいいなお前というふうにね、言っていたようなんですけども、やっぱりね、堂林選手はね、かっこいいですね。ヒーローインタビューもかっこよかったですし、こういうとこで打ってくれたというところにね、やっぱ堂林選手に期待するファンっていうのはね、多い理由かなというふうに思ったので、今シーズンね、代打としてだけじゃなくてスタメンとしてもね、勝負強いバッティング見せてくれたら嬉しいなというふうに思うんで、今後もね、注目したいと思います。そしてデビッドソン選手、またもや貴重な勝ち越しフライということで、こちらもね、多かったですね。勝ち越し犠牲フライということ、これね、多かったですね。この前も、チャンスの場面でセンターへ、簡単に犠牲フライ打って同点に追いついたというのがね、阪神戦でありまして、で、この試合も、同点に追いついて、なおワンアウト満塁というところで、一気にね、勝ち越したいというところで、ここで三振とか内野フライが最悪、ゲッツも最悪というところで、なかなかね、犠牲フライでも打つの難しいとは思うんですけど、もうインコースのね、球を、逆方向にライトにフライ打つということで、やっぱこういったチャンスの場面で、多分デビッドソン選手でも求められてる役割をね、分かってるんじゃないかなというふうに思って、もうしっかりね、当てに行くと、コンパクトに、犠牲フライを放ちに行ったというような、感じだったので、こういうチャンスで、求められるところをね、しっかりやってくれるっていうのね、本当に大きいなと思ったので、チャンスでデビッドソン選手に回るというのは、今後も期待していいのかなというふうに思いました。で西川選手も2打点と
ということで、甘い球をしっかりタイムリーヒットにも打ちました。初回はね、まあ、最低限といったところで、しっかりとセカンドゴロ打って得点というとこで、3回ですね、満塁の場面で、ここはね、球が浮いてきた、追い込まれて粘って、ビーディ投手の球が浮いてきたところをね、レフト前に打ったということで、まあ、ここは粘り勝ちだったかなというふうに思います。まだね、なかなか状態が本来のところにはね、来てはいないんですけど、まあ、そういった中で、こういうふうに最低限の仕事をしてくれるってのはありがたいと思いますし、これがね、もっともっと状態上がってくればもっと打点も稼げるようになるかなというふうに思うんで、まあ、早くね、本来の調子取り戻せるというところにね、期待したいなというふうに思います。そしてリードオフマンの菊池選手は猛打賞でチャンスメイクということで、1番に入っている菊池選手が3安打の活躍見せました。ビリー投手からね、まあ、ポテンヒットみたいな形ではあるんですけど、まあ、ヒットで出塁してチームに勢いづけてくれたというのがね、大きかったかなと思います。まあ、それがね、先制点にもつながってますし、やっぱりね、1番が塁に出るっていうのはね、非常に大きい役割だなと思います。まあ、菊池選手が出た1回3回で得点生まれているので、今菊池選手本当に状態がいいのかなというふうに思うので、1番としてね、まあ、引き続き頑張ってくれたらいいのかなというふうに思います。まあ、ただね、ちょっと年齢が年齢というところであったり、休ませないとね、怪我のリスクもあるので、まあ、そういった試合もね、休ませる試合っていうのもね、まあ、ここから出てくるとは思うんですけど、まあ、いけるところまで1番として頑張って、チーム引っ張ってほしいなと思います。そして田中選手に今シーズン初安打ということで、2試合目スタメン出場だった田中康介選手なんですけど、8回にね、左ピッチャーからしっかりとライト前ヒットを打ったということで、まあ、これがね、今シーズン初安打になりました。ちょっとその前の打席ね、満塁というチャンスで三振してしまったりしていたんですけど、それでまあ小園選手も打ってないので、まあ、どっちもどっちかなっていう中で、先にねヒットを生まれたっていうのはね、いいアピールになったかなというふうに思うので、まあ、ちょっと明日のスタメンがどうなるかはわからないんですけど、まあ、こういうヒットの面で言ったら田中選手が一歩リードかなというふうに思いますので、まあ、このね、田中選手、小園選手、今シーズンね、もう競争して、ショートのポジションどっちがつくかというところに争って、くれたらいいかなというふうに思います。続いて反省ポイントですが、そろそろ4番マックブルーム選手のタイムリーが見たいということで、まあ、ここも反省ポイントとかではないんですけど、まあ、マックブルーム選手ね、まあ、全然状態悪いとかではなくて、ヒットも出てますし、フォアボールも選べるっていうところなんですけど、まだね、タイムリーがない、打点がないというところが、ちょっと気がかりなので、まあ、1本早くね4番のタイムリー見たいと思います。まあ、初回もね、チャンスでマックブルーム選手だったんですけど、まあ、結局エラーになったんですけど、ヒットではなくセカンドゴロになったというところで、まあ、あいたところでね、1本4番に出るようになればもっともっと楽にゲーム進められるかなというふうに思ったので、まあ、早くね1本出て、本人も楽になってくれたらというふうに思うので、まあ、待っとけばねすぐ出ると思うので、マックブルーム選手の1本タイムリーがね1にも早く出るように期待してます。そして野間選手、ランナー1塁でもう少し逆方向を狙ってもいいんじゃないかなということで、今野間選手がね2番に座ってるというところで、ランナー1塁ね、菊池選手が出てノーアウト1塁で野間選手というところで、まあ、もちろんね、最低でも進塁打というところで、左バッター引っ張ってね1塁方向に引っ張って、進塁打狙うっていうのがね、まあ、セオリーではあるんですけど、ちょっとね、引っ張り意識しすぎなのかなというふうにも思いました。まあ、3回はねその引っ張りが功を奏して、ライト前に抜けて1、2塁にチャンス作れて良かったかなとは思うんですけど、まあ、野間選手この前の阪神戦でもね、レフト線レフトのフェンスに当たるいい打球打ててね、逆方向にもヒット打てるバッターですので、まあ、初回なんかもねちょっと引っ張り意識しすぎて、ファーストゴロになっていたりしたので、もうちょっとね逆方向狙っても面白いんじゃないかなというふうに思いました。まあ、野村監督もね、1番菊池選手、2番の丸選手と試した時は、まあ、2番丸選手にねランナー1塁出て、そしたらねピッチャー配球外が多くなるので、まあ、そこで逆方向狙って三遊間狙えばいいじゃんっていう風に言ってたようにね、まあ、野間選手も同じような考えで、逆方向狙うっていうのもね意識して外の球を流すというところもねできるようになれば、もっともっと打線つながるなと思ったので、まあ、今ね本当に、2番として、申し分のない活躍っていうところは見せてくれてるんですけど、もっと打線につながりを生むためにもね、そう逆方向へ狙って臨機応変にヒットが生まれるようになれば、攻撃的な2番としてハマるかなと思ったので、そういったところもねできればいいかなと思いました。
続いて先発の大瀬良投手についてです。今日は6回を投げて110球、被安打7、三振7、失点2とピッチングとなってます。この試合の投球なんですけど、序盤からですね、ストレートの逆球が多く危なっかしい投球ということで、初回もね、岡本選手とか中田翔選手に対してですね、本当まっすぐが甘いところに入っていっちゃったりしたんですけど、まあね、なんとか9位で抑えたというような形で、2回はね、その逆球が、吉川選手にツーベース打たれたりというところで、非常に、苦しいピッチングでした。で、このね、まっすぐだけじゃなくて、カットボール、スライダーなんかもね、真ん中付近に入ってしまったところを打たれたというところで、ビーディ投手に対してはね、初球のスライダーが、外の真ん中に入ってしまって、ちょうどね、打ちやすそうな球速、場所に来たので、タイムになってしまったというところもあるので、あそこのね、コントロールであったり、入りというのはね、反省だなというふうに思います。その中でですね、チェンジアップ、あまりね、大瀬良投手のチェンジアップ、この前の試合とかでも見てなかったんですけど、この試合ね、チェンジアップも、結構投げてまして、6% も投げてるというところであったり、カーブもね、緩い球を、普段よりは多く使ってしのいでいたというところがね、良かったかなと思います。丸選手に対してはね、このチェンジアップとカーブだけで三振奪うという場面もあったので、苦しいながらこういう風にタイミングを外すというようなところを工夫して、ピッチングできていたかなという風に思います。で、あと良かったのはね、ストレートにもね、威力があったので、逆球が多かった中でも、そんな致命的な一致打が少なかったっていうのもあると思いますし、右バッターに対するね、外のコントロール、スライダーですね。これが良くて、特に2番のね、ブリンソン選手全くこれ当たってなかったので、ピンチ、最後のピンチもね、ブリンソン選手に回って良かったなと思います。最後ね、そのスライダー投げ切って三振でしたので、あそこの球だけはね、良かったと思うので、スライダーの空振り率なんかも高くなってるというところから、あそこの巡り合わせってのも良かったと思いますし、しっかり自信持って、今日はこのスライダーをね、投げ切れたのが良かったかなというふうに思います。終盤5回、6回はですね、ストレートもね、構えたところに行くようになって、そのおかげでね、なんとか抑えれるようになったと思うので、本来ね、このストレートもコントロールよく投げれるっていうのが今年の大瀬良投手でしたので、多分今日はね、調子が悪かったというところで、また次回、コントロールね、よくストレート投げれればね、威力も戻ってきているので、よりカットボールとかも生きてきて、もっと楽にピッチングできるなというふうに思うので、そんなね、今日悪い中で6回2失点にまとめたというのはね、さすがだなというふうに思ったので、次のね、登板というところに、リベンジね、期待したいと思います。今日はね、試合作って勝利ということで、ナイスピッチングでした。では中継ぎまとめ、今日はこの3投手でつないでます。まず7回ターリー投手ですが、渋谷あたりのヒットでピンチを迎えるもしのぐということで、7回に登板したというところでね、丸選手から始まるというところで、ターリー選手の方がね、調子がいいというところで、おそらく先に持ってきたということになると思います。で、丸選手はね、しっかり抑えたんですけど、岡本選手、中田翔選手、長野選手に対してね、3連打浴びてしまいました。中田選手とね、長野選手のヒットはそんないい当たりではなくて、長野選手のね、ヒットはちょっと逆球になってもったいなかったんですけど、中田選手の当たりなんかはボテボテで不運だなというところではあったんですけど、そんな中ではなんと周りのピンチ迎えてしまいました。で、最後はね、大越選手の打球一番良かったんですけど、ラッキーでしたね。ショートライナーゲッツーというところで、なんとかしのいだというところで、ちょっと不安な、ピッチングではあったんですけど、変化球なんかもね、際どいところに決まっていたりはしたので、そんなに調子は落としてないかなというふうに思うのでね、次の投球はね、もうしっかり3人で抑えれるというような、ふうに頑張ってほしいなと思います。で、8回に登板したのが松本投手で、こちらはね、対照的にまっすぐ中心に攻めて三者凡退に抑えて非常にいいピッチングだったかなと思います。8回ね、非常に難しいところではあるんですけど、あっさりと3人で抑えたというところがね、でかかったかなというふうに思います。で、最後抑えたのが栗林投手なんですけど、今日もちょっとね、フォークがなかなか低めに決まらずね、苦しかったかなと思います。丸選手にね、フォークずーっと投げてたんですけども、高めに行ってなかなか低めに行かなくて、ようやく低めに行ったと思ったら見逃されて、いや、どうなるんだなって思ったら、最後ストレートで空振り三振というところで、ストレートにはね、球威があったので良かったかなとは思いますが、やっぱりこのフォークが低めに決まるようにならないと、苦しくなってしまうかなというところと、あとカットボールもこの試合良くなくて、甘く入ったところを打たれたり、逆にストライク入
らなかったりっていうところがあったので、まあ、そのカット、フォークという変化球の精度をね、上げるのが必要かなと思います。まあ、今日ほんとこのストレートの球威があったので、まあ、助かったかなと思いますし、まあ、最後の長野選手のフォークもね、まあ、落ち切って低めにはね、投げ切れてなかったので、まあ、三振取れたので良かったですけど、まあ、次からのピッチングもちょっと不安が残ったかなというところで、まだもしかしたらね、腰の状態とかが万全じゃないというところだと思うんですけど、まあ、その中で粘り強く無失点に抑えたっていうのはね、非常に良かったなというふうに思うので、去年もね、春先はフォークなかなか低めに集まらないという中で状態を上げてきてくれたので、今年もこれからね、状態を上げてくれるっていうところをね、信じて待ちたいと思います。次の試合です。カープの予告先発は床田投手、巨人はグリフィン投手となってます。床田投手ですが、前回6回無失点というところで非常に素晴らしいピッチング見せてくれました。オープン戦はね、なかなか悪かったんですけど、開幕したらね、去年の床田投手、戻っていたなと思ったので、前回とね、同じピッチングしてくれたら、助かるなと思います。で、一方の巨人の先発、グリフィン投手もですね、まあ、前回7回を投げて7奪三振無失点というところで非常にいいピッチャーかなと。いうふうに思うので、まあ、左ピッチャーというところで、カープ左バッターが多いので、ちょっと苦戦するかなというふうに思います。まあ、そんな中ね、今日左ピッチャーからホームラン打った堂林選手がいるというところで、まあ、もしかしたらここのね、スタメン起用ライトであったり、あるかなというふうに思うので、ここも注目して、見たいなというふうに思うので、まあ、明日ね、どうやってグリフィン投手を攻略するか、どういう打線になるかというところもね、まずは注目です。で、まあ、これでね、初の連勝になったというところなので、まあ、このままね、勢いに乗って、今シーズン初の勝ち越しで、またね、まだ借金がある状態なので3連勝というふうに連勝伸ばしていってほしいというふうに思うので、なんとか地元で勝ち越しを決めてほしいなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今シーズン初の連勝でチームは勢いに乗ってきたんじゃないでしょうか。今後も打線、投手陣頑張ってもらって連勝伸ばしてもらいましょう。このチャンネルの登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ！